西尾駅と中心市街地、三河湾の黒真珠と称される、札塔の町並み西尾市岩瀬文ン旧諸子西尾市は、愛知県の西三河地方に含まれるし、愛知県中央部を北から南へ流れる矢幡川流域の南端にある。抹茶の産地として、また三河の小京都として知られる。人口は愛知県第9位である。1564年に、 お墓しやタグルに奉納したはに口の名文には、三河国喜羅章、西尾お墓しはに口堺境が学女性家騎士とあり、この名文が、これまで西尾の地名の書室とされていたが、2009年9月に、横浜国立大学名誉教授の有光智学が、発表した、今川義元書状に、西尾のおこと、西尾城という記述があり、書状の内容から、 吉良氏が今川市に反乱を起こした際のものと見られている。吉良氏の反乱は天文18年と工事元年の2度あり、書状の日付は10月23日で、この時期に反乱の佳境だった工事元年のものと判断されている。現時点では西尾の地名が歴史に現れる最初の資料になっている。このほか三河物語には、 徳川家康による桶狭間の戦い後の三河統一戦で西尾の城を徳と記載されている。また今川氏冷半物に永六四年取り年6月11日西尾草をめぐるとある。なおかつては同じ愛知県内に類似した名称である微細市があったがこちらは尾張地方の西という意味で当時の名称との歴史的なつながりは全くない。 西尾商工会議所は、豊橋、岡崎、西尾で、三河さんとなりと主張している。1932年発行の西尾長氏第3巻の序文に、吉田岡崎と共に、三河さん氏として、その繁栄を誇りたりという記述が見える。吉田は豊橋氏のこと、岡崎は岡崎氏のことである。いずれも1932年以前に、市政施行していたが、 当時の西尾町は、市政志向前であり、三河三氏という表現はおかしなものである。また、豊橋出身の夏目十三の三河名所税に、三都流行、吉田岡崎西尾は、本国家内のごとく、各その繁盛を争う、という記述もあると、西尾町市に紹介されている。三地河川当初2018年12月時点で、西尾市には、 1> 約1万人の外国人が居住しており、市民全体の約6%にあたる。西尾市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。西尾茶のプロモーションの撮影現場1933年に拡幅された西尾市。 本町の本町通り、白浜吉田園田西尾町役場。庁舎は1961年まで使用された。古代においては、西尾市中心部にあたる地域は、はず群熊木里と呼ばれていた。古墳時代中期に築造された、平町にある、三河最大級の前方公園墳、消防事故墳は、対岸の宝塚一号墳と、類似した形状をしており、 伊勢湾や三河湾の海上交通で派遣を得た豪族によるものと考えられる。平安時代に、荘園、吉良層が置かれ、矢作川を境に、西条と東条に分けられた。鎌倉時代、13世紀に、足利思想家第3代、足利義氏が上級の乱の御将として、ぬかた軍を領有し、鎌倉幕府の三河守護塔として、東海道矢作東宿に拠点を構え、 自当を務めた、キラ僧の最上場に、所長氏キラ長氏を、当上場にその弟のキラ義次を、それぞれ置き、ここに、キラ氏が発祥した。その後、足利僧家第四代、足利安氏氏の七男、一式孔進が、キラ正一職に分立され、一式氏が、キラ長氏次男の今川国氏が、今川僧に分立され、今川氏が、それぞれ発祥するなど、 足利史流の分立がなされた。室町時代には、東条、西条の両三河吉良氏は昇番衆とされた。応仁の乱時や戦国時代、吉良氏は、西条吉良氏と東条吉良氏に分かれて対立し、協力2年、岡崎城の松平清康により、東条吉良氏の分家荒川義弘の居城、小島城が攻め取られた。吉良氏はやがて所流の駿河守護。 今川義元に霊属するようになる。義元の死後は、岡崎城の徳川家康から攻撃を受けるようになる。永禄四年には、東場城,城の正面にあたる福洲城を居城とする、福津松、平家松平光景が、全名邸の戦いで撃たれるが、その後、家康家臣の堺正親が西城城を奪い、西洋城と解消した。同年の藤波縄手の戦いでは、 西条吉良氏が老の富永忠元が撃たれた。その後東場城,城の西条吉良し、貴ら義明は降伏して、岡崎に移され、東場王には、東条松平家が入った。また、義明の兄、吉良義康は、東条吉良氏を継いでいたが、徳川家康と親しく、義明の逃亡後、家康に許されて、東条西条の吉良氏を統一した。江戸時代には、 西尾藩や大滝藩小牧陣や等が置かれた。2011年に編入合併したはず町や、吉良町には、旗本となった吉良家がかつて持っていた地業、八家村三千国の領地が、飛び地の形で点在していた。ただ、阿公事件で、吉中が討ち取られた後、1703年に、吉良家は海域となり、旧吉良領の八家村は、西尾藩のほか大滝藩や沼津藩などの飛び地、 自社領、天領といった様々な領主が統治することになり、その後江戸期を通じて、平氏は統治に関与していない。産業では、1564年に愛知県内最古の塩田、白浜吉田塩田が作られるなど、古くから声援が盛んで、良質とされた相場をは、矢作川を登り、岡崎城下の塩座や、さらには、アス街道、三州街道を通り、 東北新州塩尻塾まで運ばれた。周辺自治体との合併は検討されてきたが、長い間実現には至らなかった。2010年8月27日、坂木原厚生市長が中心となって、合併協議を進め、発軍山町との合併調印式が行われた。翌年の2011年4月1日、各町は当市に編入合併した。旧西尾市と、 山頂でゴミ処理などの広域連合を設置していた国の消防広域化構想では人口30万人以上の要件に満たないためさらに近隣との広域化が必要とされている西三河の4広域行政圏域の中では合計人口16万余と最も人口が少ない国政の選挙区では岡崎市、高田町と同一だがケーブルテレビでは キャッチに、後発加入した。2019年度当初予算案青山は、大見忠しの安状市長選挙出馬に伴う議員辞職により、2019年2月5日に繰り上げ、当選。西尾警察署西尾市民病院西尾郵便局西尾市立図書館西尾市岩瀬文庫市内には、本所の他に、鶴城、中央、国森、平坂、一式幹部、平野六交番と、 米の、東部、室、受け地、熱地、赤羽、松木島、佐久島、鳥羽、西は東端、は宮崎の12の駐在所がある。本所の他に、西文書と北出張所、東出張所がある。消防車は、ポンプ車9台、はしご車1台、科学車2台など、救急車は、計4台が、各所、出張所に配置されている。 消防団がなかった数少ない自治体であった。曲名の後にある5桁の番号は取り扱い曲番号。国外2005年に開催された愛知万博では、1市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれフレンドシップ相手国として迎え入れた。国内に潮茶の農園。 引き茶生産のため、茶葉に、大いがかけられているベルサウォーク西尾三河湾の、水産物の加工品や、干しエビなどを利用したせんべいなどの菓子の製造が盛ん。西尾銀行協会に加盟する金融機関は、以下の通り。愛知県立西尾高等学校愛知県立、鶴上級高等学校舞津橋梁を渡る、名鉄西尾線鉄道路線道の駅西岡の山、子供の国駅と、 東、はずこういずれの運行状況も平日のもの。一式港三河一式往生鎮祭りと場の日祭り。ありがとうございます。